今日のうちはジャングルだ。いってしょい。わあ。こんにちは、キジです。今日から2泊3日、森の中で生き抜いてるざまを皆さんに見せたいと思います。ということで2泊3日ジャングルライフをしていくんだけどさ、今回のテーマは見てくれてるみんなができそうだけどできない、でもできないけどできそうみたいな、まあ、ガチガチに取るんじゃなくてちょっと際どいところを攻めながらジャングルライフをしていきたいなと思います。最後まで楽しく見てくれたら嬉しいです。それでは早速シェルター作りからいきましょう。始めていきます。今の心境はものすごく楽しみです。今日は実はお友達一人呼んでます。呼んでみましょう。ギーマさーん。おー、ということで2泊3日ギーマさんと楽しくジャングルライフをしていきます。ということで先に日が暮れる前にお家を作るシェルター、時間がないからパパッと作れるようなものをやっていきたいなと思うんだけど、落ちてる木を使う。もう早速これぐらいのやつとか5本集めると、お、待て、これいいんじゃないか。わあ、ちょっと重いけど、おお、材としてはいいよ。見て、これを主軸の柱にするか。ちょっと腐ってるけど中は乾燥してんじゃね。あー、上等じゃんこれ。いいね、これとこれ。とりあえず2本ゲット。同じぐらいのサイズのものを残り3つ集めよう。なんかこの流木かわいいから持っていこう。あ、折れた。あ、根元から折れた。割ってみて、ちょっと腐ってる。中大丈夫だね。でも中全然いけるいける。イエーイ。やりたいことが多すぎて時間がないから急ごう。おいい感じ。台風か何かで倒れた木を俺らが使うぜ。うーよっしゃー、これで必要な材を6本集めたから拠点になる場所に運んでいこう。よっしゃー、拠点はここだ。よっしゃー。あらー、でも早く歩いたぜ。よっしゃー。今日はこのヤシの木の下にシェルターを作って拠点作りをしていきたいなと思います。で、本来だとそこら辺にあるツルを使って木を固定していくんだけど、みんながやりやすいからということで麻紐を使って柱と柱を固定していきます。麻紐は持ってたら便利なので、ぜひ車に1台とか入れてることをおすすめします。気持ちいい。麻紐は細かくほどくと北地って言って、火起こしをするときにすごい着火剤、火がつきやすい剤の役割を果たすので、麻紐は火起こしにも使えます。で、今回これ柱の結び目としてこの麻紐を使うんだけど、麻紐は濡らすと伸びる、乾くと縮むっていうその習性があって、なので一回今回結ぶ前に一回川の水に浸します。満たして水分がいっぱいになったところで、まあ、ある程度のサイズに切っていって、それを結んでいく。で、また明日明後日になった時に乾いてくると、乾けば乾くほどどんどん締まってくるので強度が強くなるっていう麻紐の特徴があります。今回はそれを利用してしっかり濡らして麻紐を使っていきます。じゃあまずは地面を整地していくぜ。ひたすら寝心地が良くなるように地面に転がってる石をどかします。ということで整地完成したね。完成したね。
次はシェルターを作っていくんだけど、まず軸となる2本の木を立てていく。立てていくのに地面穴掘ります。20センチから25センチぐらいの深さを掘っていきます。掘ったらそこに木を刺して土かぶせて石を置いて固めていく。それを2つやっていきます。でも大体これぐらいあったら上等よ。掘りすぎても川のそばだから水が湧き出てくる可能性があるから、だいたいこれぐらいの深さ、俺でいうとこれぐらいかな。これを2点穴を掘っていきます。じゃあ柱を立てます。中に入れて砂をかぶせる。おお、だっただっただった。よし、でこれで岩で固定していくぞ。で、あと1本やって横とあとは斜めに筋かや柱を入れたら家ができる。よし、こんな感じで木を支え終わった。石でしっかり動かないようにするというのが大事なポイント。で、次はこっからここに横の材を1本で、こっからここに斜めのものを2本。これで斜めのものを2本やったらその間に1本やる。その上に黒つぐの屋根を敷いていけばシェルターの完成。まずは麻紐を適当な長さに切ります。これをそのまま水に浸す。水分をいっぱい含ませる。で、柱をやるところにこの麻紐適当な長さで、結び方をちょっとレクチャーする。まあ、一回まず片方こう縛る。縛ったらこう X、 これやったら次斜めで、またこうやったらこっちから斜めで、たまにここ横とかも入れる。横入れてで、またこう、これの繰り返しでいっぱいこうこっちから見た時にしっかり交わって X になるような線をいっぱい作っていく。これをしっかり固定することによってお家の強度上がるので、もしそういったものを作るときはこの結び方をしっかり参考にして結んでみてください。やばい、めっちゃ暗くなってきたやつさ。もともとこれを斜めに置こうとしてた材が全然ちょっとサイズが合わなかったから今拾ってきた。下も穴掘るの忘れずに。よっしゃー、こういう風に結んだぞ。ふふふー。で、横にもう一本入れる。じゃあ次はこの巣の真ん中に入れるんだけど、屋根に乗せる葉っぱがたわまないようにするやつだから、そこまで重いやつじゃなくていい。軽いもので全然大丈夫。目指せ日本ナンバーワン、そして世界へ羽ばたけ記事。ぜひとも応援よろしくお願いします。こういうので世界を飛び回って旅をして野生動物と暮らし関わり、世界の自然を見たいと心から思っております。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。さあ頑張ろうぜ。やべえ、俺らしか今このジャングルにいないからさ、もう大きい声出しても大丈夫。俺らとイノシシぐらいしかいないよ、もうこの森には。いや、ジャングルライフ最高だな。明日の朝はもう起きた瞬間速攻川飛び込むから。はい、見て OK X。 ほら、もう話しても大丈夫だよ。あ、違う、何もやってないけどまだ大丈夫。おお、こういう男になりたいよね、世の中の諸君。時代を逆らって生きる俺ら縄文人、仲間をぜひ募集しておりまーす。せーの、縄文。縄文土器、弥生土器、どっちが好き？どっちも土器。縄文土器、弥生土器。完成。これ一応屋根にしていくんだけどさ、本当はこれを綺麗に編んでやりたかったけど時間がない。なのでちょっと今日は乗せるだけで、次の日の朝明るくなったら編み方解説の動画も出すから、よかったら見てください。ということで、明るくなったので昨日夜暗くてできなかったさらに強い屋根の作り方を教えます。マーニ編みって言います。沖縄のそのまあちょっと伝統的な編み方なんだけど、これをやることによって黒つぐの屋根が隙間なく雨をしのげるような上等になる、その作り方編み方があるので皆さんにもちょっと教えたいなと思います。作り方は簡単、同じ作業をずっと両サイド繰り返すだけ。じゃあまずこの一番下から始める。根元の部分から下から、次2枚目ね、2枚目上に通すと、次3枚目下、上通して下、上通して下、
で、これ終わったらしっかりここクッと内側に入れてあげる、入れてあげる。で、次1枚目を下から通したんだったら次2枚目上下内側にしっかり入れてあげる。こう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 見て、だいたい途中経過でしっかり編むとこんな感じになる。裏と表が交互になるから可愛い。黒つぐが方言でマーニっていうね。このマーニ編みをするときはいい材を選んでやることをおすすめします。じゃじゃーん、完成。上等な屋根を作ることができます。これを覚えておくと便利です。皆さんもサバイバルやるときなどこれをしっかり参考にして作ってみてね。とりあえずこれを乗せていくだけ。乗せたところをまたこの麻紐でどんどん縛っていけば立派な屋根になるから、とりあえずこういう感じで黒つぐを重ねて屋根にしていきます。これをとりあえず結んで今日は夜を過ごしたいなと思います。今日は簡単なシェルターの作り方、これだったらみんなもできるかもしれない。I love nature. 自然大好き。やばい。最高だ。今日はここで寝れるのが幸せです。完成。家の中はこんな感じ。わあ。おお、どう？最高じゃん。これはもうめっちゃ簡単に作れるバージョンね。カメラ回してなかったら木材集めも終わったら15分か20分ぐらいでできるんじゃん。2人いたら。今日のお家はジャングルだ。床材は2層にするんだけど、1層目はこの枯れてる葉っぱを使う。よし、まずは下にこの枯れてる材を置く。枯れてる材はクッション性があるから下に置くのがベスト。その上に寝心地を良くするために2層目にこの緑の葉っぱを敷いていく。外で寝るときはこの2層にすることによって断然と変わる。1層目にこの枯れてる葉っぱでクッション性にして、2層目は寝心地を良くするためにこういう緑の葉っぱを敷く。これで気持ちよく寝れます。ジャングル生活始まります。はぁ、めっちゃ気持ちいい。超気持ちいい。全然快適。わぁ、これ最高よ。みんなもぜひやってほしい。超快適です。この2層にすることによって半端なく寝心地が良くなるから、絶対これは覚えておいてください。クッション性と寝心地が人生を左右する。ということで2泊3日のジャングル生活始まりました。最初にも言ったんですけど、今回はできそうでできない、できなさそうでできる、そういった見てる人たちが楽しそうな、やりたくなるような動画にしていきますので、よかったら最後まで見てください。結構お腹空いたので今日は狩りに出たいと思います。今日狙うのは沖縄に住む猛毒ヘビ、ハブを狙っていきます。その後時間があったら次の日の朝に食べる魚も取りに行きたいので、ぶっ続けで海にも入っていきたいなと思います。引き続き展開が楽しみになりますので、ぜひ楽しんでください。ちょっとだけ休憩して寝てから行こう。いやー、ガチで気持ちいいやつさ。いや、マジで気持ちいい。全然違う。すげー。今から夜の海に潜って魚を一突きしていきたいと思います。いってしょい。うわお。わお。挟まれた。危ね。モンスター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 。